let's trim and tone. 今日はお尻を引き締める部分エクササイズをしましょう。マットの上に膝をついて体を前に倒します。ゆっくりと肘をついて片足を上げてください。さあ始めましょう。足首は曲げてお腹は引っ込めてくださいね。腰を曲げてはいけませんよ。お尻の筋肉が働いているのがわかるでしょう。止めて、つま先を伸ばしましょう。そこから足を5センチぐらい上げて、お尻の筋肉を押し縮めてお腹も引き締めましょう。お尻の筋肉をぎゅっと押し縮めて、止めて、下からヒップのあたりを覗いてみましょう。ちゃんとまっすぐになっていますか？しばらくそのままで筋肉を働かせましょう。今度はまっすぐに伸ばして、足を床につけてはいけませんよ。しっかり筋肉を働かせてお尻を引き締めましょうね。お腹は引っ込めて背中をまっすぐに伸ばしましょう。足を上げたまま動作を止めましょう。お腹はちゃんと引き締めていますか？ OK、 リラックスして腕を前に伸ばしてストレッチしましょう。腰を横に向けてストレッチしても気持ちいいですよ。反対側の足に移りましょう。お腹は引っ込めましょうね。皆さん頑張ってますね。その調子でお尻を引き締めましょう。お尻は体の中で一番大きな筋肉の一つです。しっかり働かせて、大きすぎるお尻はいりませんよね。止めて、つま先を伸ばしましょう。5センチぐらい上げたり下げたりしましょう。ヒップがまっすぐになっているか下から覗いてみてください。首もまっすぐに伸ばしてくださいね。もっと高く、頑張って体を美しく引き締めましょう。疲れてきましたか？でも頑張って。止めて、つま先を伸ばしましょう。お尻の筋肉をぎゅっと押し縮めて、体には何百という筋肉があります。全部使わなくてはいけないんですよ。足を伸ばしましょう。足も背中もまっすぐに伸ばしてください。
Good. Feel it. That's it. Tighten the tush. Good. Up. Down. お腹は引っ込めるんでしたね。Good. Up. Down. Two more. Come on, we can do it. One. 動作を止めて足を前に。Bring it in.足を上げたまま動作を止めましょう。お尻の筋肉を引き締めて。OK、よくできましたね。クールダウンに入ります。ストレッチしましょう。お尻の筋肉がちゃんと伸びていますか？腰を横に向けてストレッチしてみましょう。That's it. Sigh. You did it. You did great.ちょっと辛いけど、これは本当に効き目があるんですよ。前へストレッチしてリラックスしましょう。Just relax. Squeeze the buttocks. Good. You're doing great. OK. お尻の筋肉を押し縮めましょう。Squeeze the buttocks. Right now. Come on. Squeeze, 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 squeeze. OK. 体全体のストレッチです。体を横に伸ばして。That's it. Stretch. The hard part's over. Okay, 反対側でも同じように。And over. Stretch. 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 You did it. Good. 動作を止めて。皆さんもう終わりに近づいていますから、にっこり笑ってくださいね。それではクールダウンしましょう。ゆっくり体を起こしていきますよ。腕を後ろへ回しましょう。指先を伸ばして。クールダウンに必要な時間には個人差がありますから、そのまましばらくストレッチしていてくださいね。今日はお尻の筋肉を引き締める部分エクササイズを行いました。もう一度確認してみましょう。マットに肘をつけましょう。こうすることによって背中を痛めるのを防ぎます。このように背中を曲げて行う人がいますが、これは間違いです。肘をついてゆっくり片足を上げましょう。お尻の筋肉が働いているのが感じられるはずです。このように足を上げすぎてはいけませんよ。ヒップがまっすぐになっているか下から覗いて確認してくださいね。足を少しだけ上げて、お尻の筋肉を十分に働かせましょう。背中をまっすぐにして、お尻の筋肉に神経を集中させてくださいね。毎回エアロビクス、部分エクササイズ、ストレッチと3つのパートに分けてこの番組をお送りしていますが、私の生徒の中にも部分エクササイズ、つまり細く引き締めたい部分の運動だけ一生懸命やる人がいます。このパートは筋肉を引き締める運動ですから、筋肉は引き締まっても脂肪はなかなか取れません。エアロビクスのパートが全身の脂肪を燃やしますから、バランスよく行わないと効果的なシェイプアップができないんです。この番組はそれ全部をバランスよくプログラムしてあります。最初から最後まできちんとやってくださいね。最後まで頑張れた人、充実感があるでしょう。きちんと運動することは生活に積極性も生み出します。生き生きと生活しましょうね。